ピーター・ハーティング、ペーター・ハルティンクは、オランダの植物学者、博物学者である。顕微鏡学、水門学、植物学、地質学の分野での多くの著作で知られる。1865年に、ジオスコリデス名義で刊行した、未来小説、西暦2065年は、オランダに派遣された、平浜五郎が購入し、日本に持ち帰り近藤誠によって翻訳され、 新未来期として観光された。ロッテルダムに生まれた。1835年に、ユトレヒト大学で医学の学位を取り、アウデワーターでしばらく開業した。フラネケルの学校で2年間、薬学を教えた後、ユトレヒトに戻り、薬理学、植物生理学の教授となり、後に動物学の教授となった。1856年に、 動物学の博物館にの館長に任じられた。オランダ王立芸術科学アカデミーの会員となり、ライデン大学の名誉博士の称号を受けた。顕微鏡とレンズ製作の歴史に興味を抱き、自らも顕微鏡の改良を行い、顕微鏡に関する著書を出版し、ドイツ語を含む各国語に翻訳された。ユトレヒト大学に学生のための顕微鏡実験室を開いた。 水門学の分野で地下水の研究を行い水質の改良の研究を行った。チャールズ・ダーウィンの進化論の初期の支持者でもあった。オランダの地質図作成の委員会に参加した。ハーティングは植物の学名で命名者を示す場合にペーター・ハルティンクを示すのに使われる。基礎科学の冒険近代日本を騒がせた無双家たち、長山康夫。ありがとうございます。